広域避難場所を示すシンボル津波緊急避難所を示す標識避難場所案内版東京都新宿区広域避難場所とは地方自治体が指定した大人数収容できる避難場所のことで地震などの大きな災害時に使用される行政上の広域避難場所は地震などによる火災が炎症拡大して地域全体が危険になった時に避難する場所のことを指す 一時避難場所が危険になった際に、この広域避難場所に集団で避難してくる。その大きさは火災の復射熱から体を守るためにおよそ10ヘクタール以上が必要だとされている。このような目的から大規模な広場として大規模公園や団地、大学などが指定されている。よって避難所のように避難生活をする場所としての位置づけはない。一時避難場所。 広域避難場所ともにその地域で発生しやすいと考えられる災害の内容に応じて自治体により避難場所を変えている場合がある。自治体が指定しているこの避難場所は地域防災計画に基づき避難に適した比較的安全な場所が選定されている。しかし大規模な広場等の設置は防災基本計画に基づいて設置されていないことから 災害の種類、状況等により危険な場合もある。加えて、大勢の人数が集まるため、各種の問題も起こりやすくなってしまうこともある。避難場所への移動は、徒歩のみとなる。幹線道路は、緊急車両以外は、通行止めとなる。避難場所へは、被害が発生してから集まるだけではなく、 災害発生が予想され発令される避難勧告、避難指示の時にも集合する場所となる。このような初期避難においても重要な拠点であるので、避難する際には自治体の誘導に従い、各自の適切な判断にて広域避難場所に避難することが肝要である。また、日頃から居住地域、就労地域の避難場所を確認しておくことも重要である。ありがとうございます。